マルハバン。ということで、今回もウイクラストーリー編やっていきたいと思います。それではまずはじめにブレイクギャラクシーのね、ビジョンについて話していきたいと思います。はい。最終ターゲットはスーパースター X で、現在はシーズン89年目トッププレイヤーディビジョン19ということでね、もう少しでスーパースターというステージに立つわけですけど、まあスーパースター X に行くまでのプロセスをこの動画ストーリー編に収めていきたいなと思ってます。続いてアソシエーションなんですけど、まあ MR っていうね協会を運営しててですね、まあメンバーに募集してるんで、まあもしよかったら参加してみてください。アソシエーション ID についてはこの動画の説明欄もしくはチャンネルの概要欄の方に貼ってありますので、そちらでチェック確認してください。一応ですね、参加条件がありまして、アマチュア以上じゃないと参加することができないので、まずはね、そこを、達成できるように頑張っていきましょう。 MR の特色としては Twitter のまあスペースってあるんですけど、まあ、ラジオ配信じゃないんですけど、まあ、こう音声通話じゃないけど、まあ、そんな感じの、まあ、複数人でできる感じのね、顔出しは ないんですよ。顔出しはしなくていいんですよっていうやつがあってですね、そこで、それを活用しながらですね、協会の取り決めとかを、取り決めだったり方針っていうのをね、発信していきたいなと。まあみんなで決めていく。過半数以上が成立すれば、それでいきましょうというふうな、スタンスでいこうかなと思ってますんで、まあぜひね、これに賛同いただける方は、Twitter のフォロー、ベル、そして、協会、申請してもらえればなというふうに思います。同じね協会メンバー員だけじゃなくて他の協会メンバーも参加してもらってですね、情報共有、情報交換っていうコミュニティの場にもしたいんで、よろしくお願いします。もちろん、協会メンバーだけじゃなくてですね、これからウイクラを始めようとか、今まだウイクラ始めて間もないですとかいう人も、それからもうウイクラ始めてもう3年、2年、4年、5年経ちますとかいう人もですね、どんどん参加してもらってですね、このウイクラ市場全体をね、拡散というか、まあ広げていきたいなというところでありますと。はい。まあこれが MR の特色ですね。それでは、スケジュール確認いきましょう。ということで、第11周目ということで、カップ戦2ラウンド戦、そして、リーグ戦は第12節ということで、1試合ずつやっていきます。どちらともね、まあ、ユーザーチームなんですけど、まあ、このドラゴンっていうチームはですね、非常に強いのかなと。まあここはね、なんとか下したいですね。下したいんですよ。ただ、なかなかね、それが難しいのかなっていう、まあそういう印象が強いんですけど。まあ、勝たなきゃいけないですね。ベルナと。マルティノビッチとロブレンだな。で、ロマニオーリ。こんな感じのがいい。で、デンドンケール入れていこう。で、体力回復、フェリックス。で、イリッチでいいかな。サンソーネとポールセン、バルデ、ちょっとサンソーネは
回復しておきましょうかね。ちょっと入れる可能性が高いんで、イリチッチはもうそのまま行こうかなと。ストラテジーてか、イリチッチってさ、結構疲労たまんないよね。次の試合に持ち越さないというか、早い段階で疲労回復してくれるから、まあ、ありがたい存在ではあるのかな。さあやっていきましょう。キックオフ、キックオフ。まあそんなに言うほど強くないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。Well, a very good evening to you on what is pretty close to an ideal evening for football. There is a barely a cloud evident. The world and his wife have gone to great lengths to be here for a match of great consequence and massive interest in these parts.来たよ、モラタ、モラタ、いや、遅い、打つのが遅いて、モラタ、いいね、ロブレン、いやいや、ちょっと待て、か、いやレバンドフスキ、いやマジか、なんだ今の連、今のミドルエグない？今のはエグいっしょ。これは強すぎ。てか伸びたね。めっちゃライジングしたじゃん。ほら伸びた。エグ。反則だな。Chelsea ahead. One goal to the good. それは反則だよ。Hoists it forward. Cleared away. 反則球。おお。フェリックス大丈夫か。オーケー、もらった。よっしゃ、シュールで拾った。拾ったぞ。これは拾った。オーケー。なに。これも拾った。ピカチュウ行け。ピカチュウ、おーピカチュウ、ピカチュウ、レバンドフスキ脅威だなマジで。そしてこのギグス、おオッケー、ラッキー、いいよ、いやシュールレ、シュールレ、ダメだってギグス、まレバンドフスキもうまい。いやー危ない。いやー。ギグスは。でもギグスちょっと今回調子悪いんじゃない？そこだー。いやーまずい。いやー。うわー、ナイスキーパー。ナイスキーパー、グッドグッド、ナイスセーブだね。来たよー、ロブレンのこういうパスがね、もっと繰り出していってほしいね。カウンター狙えるからね、あれで。さあここ取った、いやー取れない、まずい、いやオッケー、いや取れない、マジ、いやナイスキーパー、いいね、スーパーセーブ連発、ペリン頑張ってくれてるよ、いやいいね、ペリンがめちゃくちゃ頑張ってくれてるけど、問題はオフェンスですよね、問題はオフェンスですよ。ここでしっかり彼ね、決めてくれるようなことがあればいいんだけど、なかなかね。いやー、わー、ナイスキーパー。もうナイスセーブばっかじゃん。オッケー、
いけいけいけ。いやー、モラタ。それいかんよな、モラタ。いやー、なんで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 。ポゼッションのがいいのか。いやー、無理や。おお、ラッキー、ラッキー。これ外すんだな、レバンドフスキ。恐ろしいね。ざまあ見やがれ、レバンドフスキ。あんなの外しちゃたまんないわ。何今、全然ボールが支配できない。いやー、レバンドフスキ強いなー。オッケー、ナイスフェリックス。いいよ、いいよ、いいよ。いい感じじゃない？いやー、そこ取ってほしい。いやー、OK、リチェッチェー。いいね、ナイス落とし。結構ね、チャンスはなくはないんだよ。うまいね、このパス。いや、いや、取れた。やばい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 。クアリアレンダは危ない。いや、さあ、ナイス。数でいけ、数で。いや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 、全然合ってないじゃん。OK、ナイス。いいディフェンス。いいパス。いや、なに。OK。いや、なんでこっちがファールでしょ。今のはこっちがファールでしょ。なーに。カウンターだね。カウンターしかないわ。なかなか取れないな。厳しいね。変えよう。これはもうこの2人だな。で、ディマリアとサンソーネかな。サンソーネだね。ああ、また間違った。ボアテング、そのまま。いや、取れないか。いや、取ってよ、取ってよ。全然ボールが奪えない。おーし、来た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 。攻めてよ、カウンター、カウンター。遅いなー。いいな、合わないね、全然合わない。いやーいやいや、よっしゃー、ナイスセーブ。いいね、テリーめちゃくちゃ止めるじゃん。1点目あれ止めれたでしょ。なんだいぶあれなんだろうね、慣れてきたんだろうね、慣れてきたんだ目が。めっちゃ止めてくれてんだけどな、ペリン。
取った。よっしゃ。よし、よっしゃ、いけ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 、もらった、もらった。テクニックだな、やっぱり。タッチが悪い。タッチが悪すぎる。まずいぞ。いやー、これは無理だ。これは仕方ない。これはもうキーパー無理だ。無理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 。あんなのもう無理だ。あれはもうディフェンスがちょっと。もう仕方ない。いやー勝てないな。2回戦負け。なんなんだろうね。格下なんだけどね。オーバーオール的に。なんか勝てない。まあ、フォワード、相手のフォワードが極端に強いんだろうな。まあ、次、リーグ戦なんで、切り替えて。切り替えてね。ベルジムでしょ、これは。スロバキアはないな。さあモラタ、おお、いいね。モラタ、モラタは今どういうトレーニングさせてるんだっけ。オフェンシブ、フィジカルか。テクニックだよ。テクニックが超悪い。道理で、タッチが大きいわけだよ。はい。ということで、リーグ順位表確認していきますか。まだ確認しないんでね。はい、第4位ということで、11試合中6勝2引き分け3負けということで、得失点差は6点と。対するはですね、現在1位のチームか。11試合中10勝0引き分け、1負け、得失点差16点と。このチームは、そうか、勝ってないのか。まあ、アシストだけランクインしてるっていう状況ですね。あー、フォーメーションか。なるほど。まあ、どうなんだろうね。どうなんだろうな。ボースジュールもちょっとなかなか育たないというか、まあトレーニング全然できてないなっていうのは、まあジャギエルかミリトン、ナディケイタ入れていこう。で、これはもう俊介入れて、レマーのポールセンのイマリアをバルドと変えて、でディマリアをイリチッチと交代かな。アルティノ、まあ、アブドラフマンも入れたいんだけど、まあ、ちょっと微妙な感じだから、これでいこうかな。サンソーネが、サンソーネと、まあ、シュールで、まあ、アブドラフマンかな。ここは。まあ、アブドでもいいね。確かに。アブド入れていく。
まあジャギールカがねどうかよね。ジャギールカ的にはちょっとまだちょっと能力的に微妙なんだけど、まあ使っていかないと育たないでしょうっていったところもあるんでね、まあどんどん使って経験を積ませたいなというところ。まあオフェンスはそんなに枚数いないから、まあ対応、人数的には対応できるんだけどね、まあ人数的には勝つんだけど、まあ個人の相手の個人能力がね高いと厳しいかもしれないけど。 Well, hello and welcome to what amounts to football heaven. It doesn't get a whole lot better than this. The conditions are utopian. まあでも勝てるでしょ。 The sky is blue and the players are with us for a football match. 勝てないとかないよ。 So widely and keenly anticipated. Truly, this is precisely. カウンターだねこれも。お、マジか、早いな、早すぎでしょ。ラボーナ、ラボーナではない。いや、早っ、決められるの早っ、速攻じゃん。Jump that dictates what you can do with any header, and if you get it slightly wrong, then you'll struggle. But ショートのがいいんだ。いや、何今の、引っ掛けたじゃん。おかしいでしょ今のは。おかしいでしょ。バレンシア。いや、危ない。イカルディ。いいね、ポールセン。いやー、バルデ遅いなー、バルデ遅いなー、ケイタ・バルデ。ディオス。そっか、このムバッペとイカルディがいかついんだよなー。そしてこのバレンシアのクロス。いやー、ミリトン、ナイス。ミリトン、いやー、ミリトン。マーク離したな、ミリトン。イカルディ、マンマークさせた方がいいんかな。でも、ムバッペがいるからね。危ないんだよな。いや、なんだそれ、アブル。スバシッチ sends that a long way. もうなんだ今。Just more than 15 minutes till half time. The room.ドローン。いや、タッチ大きい。なんで、おー。いや、ネイマールもうまいからな。うわー、危ない。ナイス、ジャギエルか。ギリギリだった。やばい。よっしゃ、メリトン。いいね。いいパス。わら。なんだ今の。スメード。いやー。おー、ジャギエルか。ヘディングでクリアだろ、今の。ちょっと2連戦負けじゃん、2連戦負け。よくないな。2連負けはきついよ。
いや、それは厳しい。おお、通った。OK、ナイス。バルデーバルデーとってくれ。いやー、まずいでしょ、それは。よくない。いやー、ネイマールはまずい。セメード。OK、ナイス。もう一回。いやー、なんでやられたんだ。はあ。ちょっと今シーズン、マジできついかも。昇格は厳しい。ディビジョン19にして昇格が厳しい。いいね、バルデ。OK。いや、フェリックス。いや、なんで来たの？いや。ダロン？アブドゥ？アブドゥ？いやー、バルデー。ちょっとバルデが目立つなー、バルデの。バルデがちょっとボールを奪われてるのが目立つねー。まあでもアブドゥももうちょっと体力が危ないから、中村かなー、中村入れて、ボアテング入れて、ティンマリアだ。キャプテンはポールセンでしょう。あかんなー、ちょっと。中が2枚いる。みんな、なんだそれ。取った。いや、なんで。なんで。ナイス、ジャギエルか。ジャギエルか、まあ。いいね。いいパス回し。OK。おー、パス回し。バルデ。いやー、危ない。よっしゃ。攻めだ。あげないの？よし。アブドゥ。完敗だな。音声中。まあ降格しなかったのは良かったな。いやでも 4-0 ってだいぶだよ。だいぶやられてるよ。